京都府宇治市。手作業で木をくり抜き、形を作り出していく栗物。木工の中でも最も原始的な技の一つです。重要無形文化財保持者、木工芸村山明先生。創造の始まりはまず素材の木を選ぶことから。どのように彫ってやれば一番きれくなるのとかね、自分が今思ってる形にどのようにすれば近くなるのっていうことを目指すだけのことで、自分が作るんやったら自分の頭の中にあってもいいんじゃないの、ペアッと線引いたら終わりとかいかんじゃない。毎日使うもんが使うことが楽しくなるとか、そういうもののできればいいなとは思ってる。仕事も遊びだよ。一生懸命することは遊ぶことなんや。未来への言葉は村山先生の造語、自治心。これはもう僕が言葉として作った、耳の心を自分知るっていうことですね。つまり恥っていうことやね。自分を戒めること、他人を慈しむ心につながってくると思うよね。